どうもです。私はですね、今成田空港の第一ターミナルに来ております。それ今回なんですけども、こちら成田空港からセントレア中部国際空港まで ANA で向かう予定でございますけども、普通のね、あの搭乗レビューではございません。今回は ANA のですね、ジュニアパイロット、こちらについてねご紹介しようかと思っております。ジュニアパイロットって言いますと ANA のサービス名称でございまして、まあお子さん一人でですね飛行機、まあ、乗られる時にですね、まあやっぱり不安だったりしますよね。そういったのをですねサポートしてくれるっていうねサービスがあるんですけれども、赤ちゃんと一緒にフライトということでですね、バシネット使ったりとか、まあそういったレビューもしましたけれども、今回ちょっと私の動画見てくださっている視聴者の方でですね、あのお子さん一人でですねフライト乗るということなので、一緒のフライトね抑えましたので、どんなサービスをですね、まあ、受けることができるのかっていうところですね、レポートできればいいなというふうに考えております。まあ、今回のフライトに関しては18時35分出発だったっけな、今ですね17時とかでございますので、17時30分にもチェックインするとお聞きしておりますので、 ANA のチェックインカウンターで待っておきたいと思います。今回乗っていただくのが小学校4年生の幸太郎くんというですね、まあ、男の子でございます。それで先ほどちょっと挨拶のね、あの交わして早速もうチェックインするということだったので、家族の方と一緒にですね、まあ、チェックインという形になるんですけども、幸太郎くん一人で飛行機に乗るということになりますので、ここからどういった感じになるかっていうところが今ちょっとポイントなので見届けましょうか。今チェックインしてますね。まあ、それは当然、まあ、ご家族の方がですね代行してやってるということで、まあ、幸太郎くんは漫画持ちながらのほほんとしておりますけれども、ここから彼は一人で飛ぶわけですからね、ちょっとそれだとドキドキするかもしれないですね。まあ、大人でもね飛行機普段乗り慣れてないとどうするんだってちょっと思っちゃったりもしますよね。一応ねジュニアパイロットは対象年齢は6歳から7歳ですけれども、場合によっては11歳まで OK ということですね。6歳から11歳までって書かないのは何ででしょうかね。ちょっとそこは気になるんですけども、小学校4年生だったら10歳ぐらいかな、それぐらいの幸太郎くんになると思うんですけど、それ以上はもう一人で生きようっていう感じなんですけども、まあ、その年齢まではこうやってね手厚いサポートをですね、まあ、これがだから ANA とか JAL とか、まあ、そうなんですけども、まあ、レガシーの航空会社のいいところでありますよね。 LCC ピーチとかはもうそんなサービスないですし、スプリングジャパン、こちらに関しては有料でですね受け付けてたりするようなんで、まあ、ANA や JAL に関しては基本的に無料みたいですね。無事チェックインはできましたか？はい、はい、というわけで、あ、こんな可愛い可愛いジュニアパイロットということでこんな風にタグをつけられるんですね。あ、これも必ずつけられるんですかね。あ、そういったものになってるんですね。どうですか、恥ずかしいですか？そんなことはないですか？あ、結構恥ずかしいです。あ、やっぱり。ではまた引き続きお願いします。まもなく降り口です。足元にご注意ください。制限エリア内に入ってきました。これで面白いのがですね、家族の関係者の方が制限エリア内に飛行機乗らなくても一緒に入ってくるということで、通常であればもうここはあのもう飛行機乗らない人は立ち入ることができない領域ですけども、ジュニアパイロット申し込めばここまで一緒に入ってくれるということで、まあ、これはお子さんにとっても安心ですね。これですね、今回乗るフライトは18時25分、まだ実感がありますので、じゃあ待っておきましょう。もちろん自由戦闘場が始まりましたね、ダイヤモンドが。それでね、一番最初に入るっていうのかと思いきや、あの最後に入るみたいですね。ほとんどのもうお客さんが入りそうですけど、ここからジュニアパイロットも入れるようですね。おお、あ、どうも。バスで移動しております。ここからがちょっとね、お子さん一人にとっては緊張する場面ですけども、グランドスタッフの方に一面に、まあ、こう付き添いで今バス乗ってる状態です。もう子供は何も分からなくてもその方が責任を持って運んでくれると思いますので、まあ、安心なのかなというふうに思います。ここでバトンタッチをするんですね。幸太郎くんが地上職員の方から中の CA の方に、はい、引き連れて、あ、ちなみに今回787で国際線機材ですね。これプレーコです。すみません、いろいろ説明を受けております。ご希望に添えずご迷惑をおかけすることをお詫びいたします。
ちなみに今回座席を事前に教えてもらってたので、その高太郎くんの後ろの席を予約しました。この路線初めて乗りましたけど、今日はお客さんほとんどいないですね。痛み、成田結構乗り継ぎで、ね、使う人が多いんですけど、普通だったら新幹線で乗る路線ですけど、海外から来られたお客さんが乗られるような路線となってますね。今日もスターライアンスメンバー ANA 名古屋行き495便をご利用いただきありがとうございます。離陸後中部国際空港までは本日は55分の飛行を予定しております。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。手荷物は座席の上のもの入れ、または前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment. If you have any questions, please contact a cabin attendant. 飛行機動き始めました。25分定刻なんで結構遅れてますね。40分か。では初めに今日は皆様の機内のご案内を遅れましたことを深くお詫び申し上げます。また現在成田空港交通混雑のため時間を要しております。まもなくしたら離陸となります。結構待ちましてね、今19時34分です。それで到着が19時45分の予定なので、ほぼもうね、着陸予定時間に離陸ということで、私は非常にイライラしてたんですけども、大太郎くんは映画でも見てるのか分かんないんですけども、非常に穏やかで、私も見習わないといけないなというふうに思いますね。ご案内いたします。皆様大変お待たせいたしました。飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。離陸後強い風の影響で揺れることが予想されております。揺れましても飛行の安全には影響ありませんのでご安心ください。それにしてもこの路線ってありますね、もう到着まで55分で意外とかかるんですね。なんか30分くらいで着きそうですけど、まあね、飛行時間は あんまり痛みと変わらず、結局離発着に時間がかかるんで1時間ぐらい最低でもかかるってことなんでしょうね。飲み物のサービスもあるようです。孝太郎くんもドリンク注文してますね。先ほどお姉さんだったんですけども、お話した時はあんまり飲み物はね、なんか頼まないみたいなこと言ってたんですけども、今日は頼んでる孝太郎くんですね。おもちゃももらえますね。さすがキッズということもありまして、ちょっと全体的にもう孝太郎くんは高学年ということもありまして、クールですね。だんだんもう大人になりかけているということなんですね。私の方がおもちゃ欲しいぐらいですけど、後で孝太郎くんと交渉してみます。それはそうですけど、はい、孝太郎くんずっとディスプレイを触ってるようで、飛行機に乗るのが怖いとかそんなのは全然もうないですね。結構慣れてるのかな。中部国際空港には8時25分頃着陸する予定です。到着地名古屋の天候は晴れ、気温は8度です。飛行機はあと5分ほどで着陸態勢に入ります。化粧室はどうぞ早めにご使用ください。まもなくしたら中部国際空港セントリア到着です。空港に着陸いたしました。今日は皆様の到着並びに出発が遅れておりますことを重ねてお詫びいたします。セントリアに到着です。ここで一緒に CA 様が一緒に行きましょうと案内されるみたいですね。ではちょっとついていきましょう。ちょっと私は先に出ておくことにしておきます。いや、ちょっとここで待っておきましょう。一番最後一緒に
出てきましたね。で今回クリームアイスのお客さんもいたので、その方々も後でという感じですね。飛行機持ってる荷物も漫画だけってすげえな私はもうパンパンですけどね。セントレア飛行機降りた時に親御さんが待つっていうことはできないらしいですね。だから ANA の、まあ、職員の方が案内到着ロビーまでしてくれるということですね。それであの荷物はないかとかそういったことも聞いておりましたので、あれば、まあ、一緒にピックアップしてっていう流れになるんだと思います。荷物は最後に出てきましたね。本当に、ね、なんかあのプライオリティがついてるかなって思ったんですけど、そんなことはなく光太郎くんが自らもうスーツケースピックアップしましたね。今フォルダーで中に何が入っているのかな、多分お母さんとかご家族の連絡先到着のそういったのが入ってるんでしょうかね。今到着ロビーに出てきましたけれども、ここでお母さんにバトンタッチですね。あ、お母さんよく分かりました。ご家族の方がサインをして到着しましたよということで引き継ぎをするんですね。お疲れ様でした。今回あのお母さんがね、あのセントレアまで来たということで、無事光太郎くんは成田空港からセントレアまで来たわけですけれども、はい、はい、どうでしたか光太郎くん、一人で楽勝ですか。一人楽勝です。あ、楽勝ですか。不安感もそこまでなかった。あ、ってことですね。何歳なんですかね、はい、10歳ぐらいの10歳なんですね、はい。まあ、光太郎くん過去に何度か利用したこともあるということだったんで楽勝って感じで言ってるんで、はい、本当にでも飛行機の中でもずっとディスプレイ見て、はいはい、リラックスしてました終始ね。 CA さんにもね声かけてもらってね、お茶もらってもうバッチリな感じでしたね。それでまあちょっとね、お母さんにいろいろジュニアパイロットについてお話を聞きたいと思うんですけど、はい、なんかね調べた感じだと、はい、子供料金ではなく大人料金で取ることがなんか条件みたいなのが書いてたんですけども、まあ普通に年齢入れて子供料金で、はい、あ、なるほど。それで事前に電話してっていう。電話はしてないです。あ、しなくてもいいですか。ネットで。あ、できるんですね、はい、便利ですね、はい。ちなみに光太郎くんはそれ初めて利用したのは何歳の時なんですか。初めて利用したのは今年の夏休みです。あ、でももう最近なんですね、はい、わりかしやっぱりこう一人で完全に自分で乗ってもらうっていうのはちょっと不安だったりしますかね、この年齢10歳とかだと。このジュニアパイロットなしはい、ってなしでってことです、はい。小さい空港だったら多分分かると思うんですけど、はいはい、大きい空港だと、まあ、確かにこれ見た時点でどこ行けばいいかそうですね、分かんなくなっちゃうんで、はい、そういった意味ではこういった、ね、サービスがあるっていうのは非常にありがたいと思いましたし、はい、今回あの見せていただいて非常に勉強になりました、はい。多分ね、知らない方もかなり多いと思いますので、無料で使うことができるんで、はい、まあ、ここら辺が ANA とかレガシーの航空会社のいいところでも、はい、あると思いますので、はい、ぜひとも知らなかった方はね。だから新幹線だと多分ないですよね、こういうのは。もうそうですね、東京から名古屋っていう路線ですけども、はい、まあ、新幹線乗せるよりも全然そういう風なサービスがあるのであればいいですよね、はいはい、そんなことをね、あの思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。光太郎くん親子とですね、まあ、ミュースカイに乗って名古屋市内にあのやってまいりまして、先ほどね解散したんですけども、ジュニアパイロット知らなかった方も多いんではないでしょうか。ぜひともね、まあお子さんいる方、まあこれからねお子さんができる予定の方はね、個人的には6歳ぐらいちょっとあれでも厳しいんじゃないかなっていうふうには思ったりもするんですけどもね、ある程度子供が慣れてないとちょっとね6歳で乗せるのは怖いなっていうふうには思うんですけど、まあ小学校3年生4年生ぐらいであればな、全然、ね、まあ大丈夫なのかなって日にも思ったりもいたしました。まあ、お子さんの様子を見ながらですねやってみてはどうでしょうか。それでまあ JAL も似たようなサービスがありますし、あとはスカイマークとかソラシドエアとか、あとエアドゥとかもなんかあるみたいですね。ただやっぱりこう LCC になると、もうそもそも何歳以下は一人で乗ることはできませんとかねあったりしますので、まあ、そういった意味でですね ANA とか JAL とかそういったところの方がまあいいのかなっていうふうに、ね、今回のまあ子供一人旅についてはね思いましたね。まあ、この動画面白かった、役に立ったってぜひぜひ高評価チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますよ、フォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。ぜひともなんか面白いフライト乗るよとかそんなのがあればですね、あの概要欄にメールアドレス貼っておりますので、もしタイミングとかね合うのであればぜひとも一緒にですね登場させていただきたいと思っておりますので、あのご連絡いただければと思います。まあ、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。